はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は？今日はですね、冬の備えをしたいと思います。はい。で、テントの中でですね、この薪ストーブをちょっと使ってみたいなっていうのがありまして、はい、ソロホームステッドはテント用の煙突用の穴が開いてるんですよね、うん、でそこにも煙突を刺せばテントの中でもね薪ストーブを使えるわけなんですけど、うん、そのまま裸で通すとやっぱり熱問題がちょっと心配だなということで、はい、このねサーモバンテージを購入したので、うん、煙突に巻いていこうと思います、はい、あとそれとテントの中で超絶ロースタイルにするために、うん、火の近くで使えるローチェアも購入しましたので、はい、そちらも一緒にですね、後ほど紹介しようと思います、はい、それではですね、うちが購入したサーモバンテージは5メートルのチタンっていう色で、あとですね、この4本ちょっと長めの結束バンドがついてきました、はい、これ1700円ぐらいだったかな、2000円しないぐらい、5メーターでちょっと足りるか心配なんですけど、とりあえず巻いてみます、はい、このバンテージは素材が手に刺さってチクチクするみたいなんで、うん、手袋をねしてくださいというふうに書いてありました、はい、で手袋をして水に濡らして使った方が使いやすいみたいですね、うん、で水にバケツに入れて使います。これとこれを巻いとこうかな、2つ、うん、まあ、全然足りるね。じゃあ2本から3本ってとこかな、うん、5メーターだったら半分でも重ねないといけないからさ、うん、あ、でも3本巻けないよ、このバンドがない。あー、そっか、うん、とりあえずインシュロックで巻いて後で買ってきてから止めてもいいんだけどね、うん、こんぐらいだったら大丈夫じゃないけ。どうなったら OK なの？水に浸して。ちょっと濡れれば、水が染みればいいと思う。はい、うん。じゃあ巻きまーす。お半分は重ねた方がいいみたいだからさ。うん。この状態で、この状態で、これで下を締める。この手の締めるバンド初めてだ。本当に。水上屋さんが使ってるのは。濡らすからギュッてなるね、うん、結構締まってくれる、これの使い道がよくわかんないな。やっぱ買っときゃよかったな、水道屋さんが使うバンドを。それだったらネジで締めれば締まるからさ、うん、そんな高いもんじゃないんだけど、できた？なんちゃって風が出てきた。やっぱ昼から風出てくるよね。出るよね。やっぱ気温が高くなるとね、うん、すぐ寒くなる。できたね。うん、そんなもんかな。うん、そんなもんだよ。やってみます。3つ分はないね。3つ分はないよ。全然ない。Ba ba 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 ba
一つ巻いてるうちに私が、この間買ったロゴスのロースタイルの椅子を紹介したいと思います。今回購入したのがこのロゴスのアグラチェアになります。カズは前からこれが欲しいって言ってて、近所のホームセンターにこれがあったんですよ。でそれに座ってこれ俺欲しいんだよねって言ってて、まあ、私も座ってって言われたから、まあ、試しに座ってみたんですけど、その時立脚が6000いくらだったんですよね。500円ぐらいだったね、どっかその辺だったよね、まあ、そんな椅子って何脚もいらないじゃないですか。だからいやいやもう椅子あるからいいよっていう風に言ってたんですけど、焚き火をテントの中でしていこうっていうのも考えてるから、やっぱりロースタイルっていうのはどうしても必要になってくるし、一番そのいいな、座っていいなって思ったのがこの背もたれがやっぱりこの頭まで来て、頭までこう何て言うの、体をこう預けられる、体を、まあ俗に言うハイバックチェアってやつ。ハイバックチェアって、うん、俗に言う、俗に言う、その背もたれが長い椅子。ああそうなんだ、うん、それはできるっていうのはやっぱ大きいなと思って、で、この間ね、アルペンアウトドアに行ったんですよ。その時に、この2脚で1万1800円になってて、で、お買い得価格になったんですよ。まあ、1脚5900円ぐらいの値段になってるっていうことになるんですけど、こんな感じ、座った感じがこういう感じになって、しっかり頭まで背もたれが来てる状態ですね。まあ、女の人はやっぱりこうずっと座ってるっちゅうことがなくさ、立ったり座ったりやっぱりいろいろしなきゃいけないから、まあその膝の負担というか的にはそんないいってもんではないけど、もう完全にまったりタイムに入るときはいいかもしれない。なんかいろんなことが終わって、うん、焚き火の前で雑談するとか。そうだね、なんかムーンレースを、うん、あのお食事用のテーブルの近くに置いて、うん、これをもう焚き火とか、うん、薪ストーブの近くに置いてっていうスタイルかな。そうかそうか、うん、別にあれをもう使わないっていう感じじゃなくてにすればいいのか。そうそう、だからそれ用ので、火に強いから火の周りで使うようなやつ、うんうん、そうそうそうなの、それが何だっけ、あ、もう何回聞いた、何年ぶり、何年ブリックって言うんですって。でこの、うん、この色の椅子なんかは、うん、この、それこの生地がもう強いから、うんうんうん、日に強いシリーズ、このカラーは。このカラーなんだよね。なんですって。うん、てかね、組み立てる手間もないから、全然あっちより楽。今持ってる椅子よりも全然楽。そのコンパクトではないけどね、ほら、あ、これでゆったりできるじゃん。こうやってさ、背もたれて倒れないの？倒れないか。あ、でもすっごい大きい椅子。煙がすごい出てきてる。これは焼いてるとこなの今。そう、焼いて締めてる。ああ。温めすぎた缶コーヒーぐらい。入れたらいい。豆乳どうだろう。豆乳入れるコーヒー飲んだことないか。
バニラ味のシロップ。多かった。結構甘いからほんのちょっとでいい。ほんのちょっと、いや、それちょっとすぎ、今ぐらい。そうそうそう、全然熱くない。ぬるいし、味しねえし。甘みもないです。すべてに絶妙じゃない？なんか絶妙に打ち消し合ってる。あ、入れすぎたかも。無だよね。すべてが無に返った。ね、やめてよ、もう今飲んでるんだから。あ、今いい、今美味しい。フランベチーノっぽくなった。あ、これ美味しいね。美味しいでしょ。うん、豆乳に、あ、もう全然スタバ。全然スタバ、うん、ね、これ800円だったんだけど、入れる量がもうこのキャップ一杯もない分ぐらいだからさ、結構持つよね。美味しい。いつでも正解じゃない。うん、これは正解。すごくくつろげるよね。で、前のやつもいいんだけど、でこのさ、なんかかれるけど、なんかかれるっていうか、背もたれでこう体重を預けれるけど、首をこうできるのとしないのと違うよ、リラックス具合がさ。でこの状態で、あの焼酎飲めたらもうほんと最高じゃない。このまま寝れるもん。寝れるでしょ、うん、下手すれば、うん、だからキャンプ、こう夕方とかさ、まあ夕方日が落ちるときとか、ポカポカ陽気のところとか、ちょっとまあ目つぶったりしたいと、うんうん、そういうときにこういうのかなりいいんじゃないかな。ファイバック、はい、じゃあそれでは、うん、どうですその椅子。椅子は座り心地最高です。最高だよね、うん、ゆっくりできるし、あぐらもかけるし、うん、もう本当にゆったりタイムに入ったときはこの椅子を使おうかな。うんね、だから、テントの中でとりあえず薪ストーブを使う準備と、あとテントの中にあのカーペットかなんかを敷いてゆっくりするスタイルの準備ということで、はい、まあ、その紹介だね、はい、耐熱バンテージは、まあ、いい感じです。うん、まあ、めちゃくちゃ暑いっていうこともなく、まあ、かといって全然暑くないっていうこともなく、程よく暑いです。ということで、はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。よかった、よかったね。Baby, oh, without you, baby.